今までの人生をね振り返るとやっぱり良かったなと思うこともたくさんありますし、おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、斉藤茂太さんの名言で、成功した人生かそうでないかを分けるのは、振り返ってみた時楽しかったと即答できるかどうかだと思う、ということでですね、斉藤茂太さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。斉藤茂太さんは斉藤病院院長、日本精神病院協会現日本精神科病院協会会長、日本旅行作家協会会長などを務めた。テレビ出演や講演、作家活動を活発に行い、茂太のもじりであるもたさんの愛称で親しまれたということでですね、まあ私ね、まだまだこう生きていけるので、まあね、成功したかどうかっていうのは全然わからないんですけれども、でもね、まあ今のこの人生までをね振り返ってみた時にね、どうかっていうと、やっぱりこう YouTube を撮ったりだとか、ブログ書いたりだとか、まあ他いろいろね、プログラミングのこう今資料を書いたりだとかいろいろしてるんですけれども、すごくね、楽しくやらせてもらっています。もちろんまあ Twitter とかでねこう発言したらね、まあいろんな反応が返ってきたりね、心ない言葉も結構悲しくなるなぁと思う時もありますしね、人間ってこういうもんなのかと思う時もありますけれども、今までの人生をね振り返るとやっぱり良かったなと思うこともたくさんありますし、あ、やっぱりこの時こうしとけばよかったなっていう反省と言いましょうか、まあ振り返りですよね、いろんなことがあったなという振り返りもあります。はい、楽しいかどうかっていうと今でも楽しいですし、これをね、どんどん続けていきたいなという思いもあります。まあ亡くなる直前にねそう思えるような人生、やること全てやったんだという人生になりたいなと思います。世界ではいろんな情勢があるじゃないですか。まあ日本もねいろんなことに巻き込まれたりだとか、まあ選挙期間中にですね安倍首相が撃たれるとすごく痛ましい事件があったりだとかしますし、もう本当に目まぐるしくね、歴史といいましょうか、歴史の教科書に載るようなねニュースがたくさんこう私がの目の前で起こっていると思うとですね、今日一日頑張って生きていこうとか、今しか頑張れないでねやっぱりやっていこうとか、まあ今だとね、プログラミングの方ですよね、高校生がね、必須授業になるとか、プログラミングというか情報教育の方がね、まあ、拡充されるということでですね、まあ、そういったことにねちょっと少し私もね、触れてこうやっていければなと思ってます。まあ YouTube でね、放送しようと思ってですねいろいろ考えてるんですけれども、なかなか頭でまとめきれず発信とかねできてないんですけれども、まあねすぐに、ちゃんとできるように私もまあ資料はね、今書いてるのでできるので、あとは放送時間をね確保して、放送していきたいなと思いますし、結構簡単なんですね。今私の頃のプログラミングっていうと結構大変だったんですけれども、今すごく簡単でですね、パソコンがなくてもですね、まあ、タブレットとかでできるのでですね、学校で今太陽とかされてるのかな、多分太陽とかされてると思うのでですね、はい、そういったことに関してですね結構できると思うんですよ、うん、いい環境があるのにね、なかなか教える先生がいないということでもったいないなと思いますので、私はそういったところをね、やっていきたいと思いますし、やっぱりモチベーションが大事だと思いますので、こういった動画もね、どんどんもっと発信していってですね、自分がやる気が出るように、皆さんもやる気が出るようなことをやっていきたいと思います。本日も一日よろしくお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。